はい、9月の13日水曜日、アップルイベントにて発表されました iPhone 15、特徴や旧モデルとの違いとかを徹底解説します。はい、こんにちは、こんばんは、カーゴンです。僕の経営、こちらです。はい、このチャンネルではマーケティング IT 技術を活用して自分のビジネスを進める方法を学べるチャンネルです。あなたのビジネスを加速するために有益な情報をお届けします。ということで、今回ですね、iPhone の15が出たので、これについてちょっとお話ししていこうかなというふうに思います。はい、今回の内容です。ざっとこんな感じです。はじめにスペックと特徴と、まあ、端子、USB-C になったっていうお話とかですね。まあ、ちょっといろいろとお話ししていこうかなというふうに思います。で、はじめです。今回の内容なんですけれども、2023年度9月の13日水曜日午前2時にですね、Apple のイベントにて iPhone 15が発表ということで、取り上げてみました。毎年ですね、9月になるとですね、新型の iPhone が発表されるということで、まあ、この辺のイベントでは皆さんご存知かなというふうに思いまして、まあ、新モデルとか新機能の発表ということで話題になるっていう内容なんですね。で、今回の内容なんですけれども、やっぱり大目玉はですね、iPhone の15シリーズでライトニング端子がとうとうやめたと。で、USB-C になったというところなんですね。まあ他にもですね、まあ15シリーズの発売でね、特徴として、まあ、旧モデルとの違いとかをちょっと解説していこうかなというふうに思います。はい、まずスペックと特徴についてざっくりとですね、こちらの方なんですけれども、種類的に言うとですね、こんな感じです。4種類で発売されてます。で、1つが iPhone 15。で、次がですね、iPhone 15 Plus ですね。で、次に iPhone 15 Pro。で、iPhone 15 Pro Max っていう感じですね。で、色の、種類もですね、iPhone の15に関しては2、4、6個。5種類ですね。で、iPhone 15 Pro に関しては、まあなんか、こんな感じの色ですね。はい。っていう感じです。で、あと、画面サイズなんですけど、まあまあまあ、無難にですね、6.1 インチと 6.7 インチっていうことで、まあ、XDR ディスプレイっていう、レティナ、スーパーレティナディスプレイみたいな感じのものがあるみたいなんですけど、ただ、プロに関してですね、ちょっとね、常時表示ディスプレイっていう形になってるみたいなんですね。だから、画面が真っ黒にならないっていうね、Apple Watch とかと一緒で、まあ、常時点灯してる感じになるみたいですね。なので、まあちょっとね、見やすいのかなっていうのは思います。続いてストレージなんですけれどもね、種類的に言うとこんな感じの、種類になるみたいです。まあ15に関しては、128GB から512GB まで。で、プロに関しては、まあ、プロの、プロの方は 128GB あるみたいなんですけど、プロマックスの方はですね、256GB からみたいな感じですね。で、プロに関しては 1TB が出てきたっていうことみたいです。はい。でですね、これね、本当充電端子が USB-C についに変更になりましたってお話なんですけど、Apple のですね、標準、Apple のね、公式サイトに、みんな嬉しい USB-C っていう風に書いてるぐらいみんな待ってたらしいんですよね。やっぱこうライトニングはもうね、もうほとんど使われてない、もう iPhone でしか使われてないんで、やっぱり USB-C がいいよっていうことでみんな待望で待ってたみたいなんですけど、まあこちらの方ですね、まあ2012年に発売された iPhone 5からですね、ライトニングコネクターという形になってたんですけど、まあとうとうですね、11年の時を経てですね、ついに USB-C に変更になったと。で、USB-C になった背景なんですけどね、実を言うと EU がですね、2022年度4月の法律でですね、小型デバイスに USB-C を絶対につけなさいよっていう法律を作っちゃったんですよね。で、まあ、それのおかげで、まあ、Apple もですね、それに合わせてこないといけないということで、2024年度までにですね、これをやらないといけないということになりまして、で、iPhone の15からとうとう USB-C に行こうということですね、変わっていったっていうお話なんですね。で、ちなみに USB Type-C になると、形状だけが変わるわけじゃなくて、いろんなことができるようになるんですね。それどういうことかというと、まあ、高出力電力の共有の PD っていうね、かなり、高速なその充電みたいなものに対応する形のものが、この USB-C ってなるんですよね。で、それとですね、
USB3.1 っていうジェネ2っていう規格があるんですけど、その規格を使うとですね、最大 10Gbps の高速転送が行えるというね、データ転送に関してもですね、ものすごい力を発揮すると。で、従来の USB の 2.0 に比べて20倍近い速い転送速度になるんですよね。もうこれ使ったら何でも接続できるやんみたいな感じになるんですよね。で、一応 Apple イベントの方でも発表してたんですけど、なんと今回からですね、まあ、外部ストレージも使えるようになるということで、まあ、ポータブルのなんかUSB で接続する用の、なんて言うんでしょう、まあ、ハードディスクみたいなものがあれば、それ接続しちゃうとデータ転送できるっていうものも出てるみたいですね。まあ、この辺で言っても USB-C に変わったっていうところがすごいところになるのかなというふうに思います。はい、続きましてですね、プロセッサーがですね、17になったという、プロを搭載っていうね、いうふうになったっていうことなんですけど、まあこのプロセッサーもですね、やっぱ賢くなったということで、まあ、iPhone15 のプロと、プロ MAX の方ですね。で、従来の、17とかではなくて、プラスっていう、あ、プロっていうチップが搭載されたということなんですね。で、まあ、これね、何が変わるのかっていうと、まあ、基本的な GPU と CPU の高速化っていうところが測られたということで、まあ、最大 20% 近い GPU のスピード。で、コア、6つのコアを、使っての最大 10% 速い CPU。で、4倍近いレイトレーシング。で、最大2倍近いナチュラルエンジンとかっていうね、ニューラルエンジンですかねっていうふうに言われてるらしいんですけど、なんかね、これね、一説によるとですね、そんなに大してアップしてないっていうことみたいなんで、まあまあまあ、唯一ですね、まあなんかまあこういうゲームが十分楽しめるスペックになったよっていう、バイオハザードとかですね、アサシンクリードっていうやつが楽しめるぐらいのレベルが上がったよっていうところのアナウンスみたいなんですけど、まあでもね、この中のその、A70 Pro のですね、中のチップの中にですね、なんとですね、やっぱりUSB3.1 ジェネ2の規格の、ね、要素がちょっと入ってるっていうところもあってで、やっぱその辺もパワーアップしてるってことみたいですね。だから極端にめちゃくちゃ速くなったかっていうことはこの段階ではないみたいです。はいはい、続きましてですね、全モデルですね、4800万画素の高画質撮影が可能になったということみたいなんですね。はい、こちらの方なんですけど、カメラの性能がちょっとまあ上がったみたいなんですね。で、15に関して、15と15プラスに関してはですね、まあメインの部分が光学が、4800万画素になって、で、超広角が、1200万画素。で、2倍望遠っていうのがついてるんですけど、それも、1200万画素ということで、で、しかも内カメもですね、1200万画素あるっていうことで、かなり綺麗に映るっていうことみたいですね。はい。で、まあ、新しい iPhone の15シリーズから全てのモデルが4800万画素の 高解像度のカメラを備えてるっていうことで、で、ですね、iPhone の15 Pro Max のみなんですけど、最大5倍ズームの望遠レンズも搭載してるっていうみたいなんですね。で、こちらの方の望遠レンズなんですけど、テトラプリズムっていう、3D、センサーシフト、光学式手ブレ補正により驚異的なズームショットを実現するみたいな感じで書いてるみたいなんですけど、まあ、Apple イベントの方でそれも書いてたんですけど、通常であれば、よくよくある一眼レフみたいなでかいレンズをつけてやるような望遠鏡みたいなやつあるじゃないですか。で、あれの、内容が、なんか iPhone15 の Pro Max にはついてるみたいで、ちっちゃいんだけれども、なんか屈折しながら、なんて言うんでしょう、潜望鏡っていうんですかね。なんか潜水艦が見るやつ、あの原理でなんか望遠になってるらしいんですね。だからかなり、綺麗な形の望遠になってるっていうところをそこではデモンストレーションしてました。まあ、ちなみにですね、まあ、こんな感じの、プロマックスの性能になります。で、内容的に言うとですね、広角、超広角はあまり変わらずに、で、望遠っていうところも変わりません。ただ3倍望遠っていうところが、プロの方はありまして、1万2万画素で3倍までいけるみたいですね。で、内カメは全く一緒なんですけど、
プロマックスの方がですね、5倍望遠がついてるということで、通常のやつよりも望遠に関してはかなり、プロマックスの方がいいっていうことみたいですね。まあプロに関しても倍になるんですけど、まあ、あの3倍5倍みたいなね感じみたいですね。カメラの性能に関してはこんな感じです。はい、続きましてですね、アクションボタンが搭載されたっていうことなんですね。まあこれどういうことかと言いますとですね、14までは音量のボタンのところですね、こうカチッカチッってね切り替えるね、ボタンだったんですけど、これがですね、15 Pro シリーズからアクションボタンに変更になったっていうことなんですね。でアクションボタンということは、押して、その、何らかのそのアクションを決めれるっていうことなんですね。例えば、押したら省エネとかですね、押したらカメラとか、で押したらボイスメモとか、いろいろなんか選択できて選べるみたいなんです。なので今度はもうボタンを押すと何かで反応するっていう形で、ショートカットボタンとして、存在するようになるってことみたいなんですね。これもですねちょっとですね、まあある番組通してね、僕もちょっとアップルイベントちょっと見てたりとかするとですね、やっぱりカチカチって切り替えるやつっていうのはカバンの中の入れてもね、なんか切り替わったりとかしないんで、まあ、なんて言うんでしょう、こう、サイレントモードみたいな感じになる感じだと思うんですけど、もしかしたら、ね、カバンの中入れてて、なんかボタン触っちゃって、なんかそのまま音が出るようになっちゃったとかですね、まあ、勝手になんか鳴ってるっていう可能性がないのかなっていう、ちょっと、不安なところもあるのかなっていうのが、まあ、そこの番組では言ってらっしゃいました。はい。はい、次ですね、iPhone で最も軽いプロシリーズが誕生しましたということで言われてるんですけど、これどういうことかっていうことなんですけど、iPhone の、15 Pro、15 Pro Max はですね、なんとチタニウムの素材が使われるようになったということで、このね、チタニウムっていうのがですね、軽量かつ、高強度が特徴であるということなんです。硬い、硬い、そして軽い。で、強度が強いながらで非常に軽い素材っていうことみたいなんですよね。なんでなんか通常でいくとこのチタニウムっていうのが曲げることができないみたいで、削り出しでしかこの形ができないらしいんですね。なのでまあ本当に何て言うんでしょう、丈夫に作られててしかも軽いっていうねっていうことみたいなんです。なんでしかも形もですね、ちょっと握りやすいデザインに変更されてるみたいで、まあ、エッジの部分のところがですね14に比べてほんの少し丸みを帯びてるみたいで、持ちやすさが向上してるっていうことみたいです。まあ、カバーつけちゃうんでね、なんか、まあ、持ちやすさってあんまりどうなのかなと思うんですけど、まあ、ただまあ軽いものということで、まあ、未だかつてなく、まあ、今までよりも一番プロとしては軽いよということでその時には言ってました。はい。でですね、発売時期と価格についてで、お話しようかなというふうに思います。はい。ですね、まず価格なんですけど、iPhone の15ですね、一番安い機種で、128GB モデルで 124,800円になります。はい。で、一番高いモデルですね、iPhone 15 Pro Max の Max だと 249,800円っていうことみたいですね。はい。もうね、もうめちゃくちゃ高くなってますよね。ちょっと僕ね、最近ディスクトップパソコン欲しいなと思ってるんですけど、ちょっと僕が欲しいディスクトップパソコンよりも高い携帯電話っていう感じになってますよね。本当ね。まあ、最近ではやっぱりこれね、いろんなプランがこう出てるみたいで、まあ、月額でね、いくらかずつ払うっていうので、3年払いみたいな形のものもあって、一番最高機種とかでも、まあ、最高機種じゃないな、プロとかでも、だいたい、まあ、4000ぐらい、毎月払ってると3年ぐらいで、持てるよ、みたいな感じになってるみたいなんで、まあ、一回買うとね、もう最近もうあんまり買い替えるっていうことをしないかもしれないんで、3年ぐらいはまあ、使うのかなって思うと、分割とかでもいいのかなっていうのはちょっと思いますね。はい。まあ、ちなみに、予約開始日が2023年度の9月の15日金曜日から、発売日がですね、2023年度の9月の22日ということなんで、皆さんこれご覧いただきながらで、いろんなところをチェックしながらで、ご購入されるんであれば、この、予約して発売に、ご購入ください。はい。
まとめですね。まあ、今回一番の特徴になるというのは、やっぱりライプトリンコネクターからタイプ C になったっていうところが一番でかいのかなというふうに思いますね。で、まあ、他にもカラーバリエーションもですね、なんかすごい淡い感じの色、結構パステルカラーっぽい感じのもののラインナップが、出てきたりとかですね。で、やっぱり、まあ、iPhone の Pro Max の5倍ズームの望遠レンズっていうのがね、すごいっていうところと、で、あとはやっぱり一番軽いねっていうところですね。で、アクションボタンが搭載されたっていうところと、で、まあ、ちょっとね、このスライドではご説明してなかったんですけど、実はバッテリーの持ちもですね、ちょっと変わってるみたいで、で、iPhone の15の Pro Max だと、最大29時間のビデオ再生が可能になると。Pro でも23時間のビデオ再生みたいな感じなんですね。で、マグセーフの充電器もですね、エネルギー効率が変わったということで、多分ね、新しいタイプの Q に対応してるみたいなんで、まあその充電っていうところにもすごい優れてる感じ、なんかマグネットが入ってるのかな、なんかそういう感じになってるみたいですね。はい。なんで、まあ充電もすごく良くなりましたよということで、まあ買い替えを考えてられてる方、よく見られて、よく考えて、選ばれたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。こんな感じですね。皆様のビジネスにお役に立つような動画を365日毎日投稿しております。よかったらまた見てください。ありがとうございました。